こんにちは、クリッカーリスです。日産と三菱が共同で作り上げる軽自動車がフルモデルチェンジし、2代目に進化します。正式な発表を前に、日産版となるデイズに試乗する機会を得ました。試乗会場には基準車発表と同時に登場するオーテックジャパンのボレロも展示されていました。ニスモカーズも手掛けるようになったオーテックジャパンは、さまざまなスペシャルモデルを世に送り出しています。今回デイズに設定されたのは、プレミアムなカスタムを施されたボレロです。デイズボレロは自然吸気エンジンを搭載する X をベースに、エクステリア&インテリアをカスタムしたモデルです。エクステリアではアウトサイドドアハンドルとドアミラーをホワイトパールにしたほか、フロントグリルの V モーション部とバックドアフィニッシャーをダーククローム化、アルミホイールはルークスボレロと同形状のホワイトタイプとなりました。またオプションですが、ホワイトのルーフをチョイスできます。明るいモーブピンクの内装色が目を引くインテリアは上質感にあふれます。インパネのソフトパッド部分はブラウンピンクの専用品、ステアリングもベージュとブラウンピンクのコンビに、ステッチもブラウンピンクという念の入れようです。インサイドドアハンドルはメッキとなり、その横のドアトリムもトリコット&アイボリーに変更されています。シートは専用のソフトレザー調&トリコットのコンビで、ステッチも施されます。標準のデイズでは運転席側にしか取り付けられないバニティミラーは助手席にも装備されます。このデイズボレロ、ベースモデルの X よりも8万円高というリーズナブルさです。型式子モデルとなるため納期が短く、また登録時に車検場への持ち込みが不要のため手数料もかかりません。さらに通販型自動車保険にも加入可能と、ユーザーメリットにあふれたモデルとなっています。